男性国会議員初の育児休暇取得を公言し、育免宣言で注目されていた自民党の宮崎健介衆院議員35が、妻の第一子出産直前に自宅で女性タレントと不倫密会していたと10日発売の週刊文春に報じられることが9日分かった。宮崎議員の不倫相手として報じられたのはグラビアタレント宮沢真由34。自身のブログなどによると、東京都出身でグラビアや舞台女優として活動、身長168センチの F カップ美女で未婚、7年ミス湘南グランプリなどの受賞歴を持つ。クラシックバレエやジャズダンスが特技だという。騒動を受けてか、最近まで公開していた自身のツイッターはこの日までに非公開となった。宮崎議員は1月4日に和装振興議員連盟による和服姿党員に参加し、記念写真に収まっていた。宮沢の同日付ツイッターには、衆議院第一議員会館でお着物のお仕事でしたとある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。スマホの方は動画の下のチャンネル登録からお願いします。動画の評価をしていただけるとありがたいです。